常にこう動画を回しとるというふうな、もう慣れとかんと。ちゃんとはマスクをつけてあります。フードラック買ったものが違う。知りたいと思います。結構。じゃあサイクリングコース一周します。チャンスと一緒に走ります。よし。ギアが重い。みんなおしゃれですね。結構暑いのにみんな来てますね。最近のコース。さっきは取れてなかったので、もう一回。
この街のどこかと。600m の地点です。1周5km のコースになります。スガキヤ後は橋が回りません。チャンさん、ちょっと先を行ってもらって、このコースの全体をトレースしてもらいましょう。1km の地点から登りが始まります。これは何パーですか？3パーから5パーぐらいの登り方です。ここですね。結構コース内ではきつい登りになってます。木陰が気持ちいいね。はい、急な下り坂、坂に入ります。イエイ。なかなかスピードが乗るので、出口付近でまたさらに曲がるので、スピード乗ると怖いかもしれないですね。またちょっと上り、3パーぐらいかな。またこの辺、この辺結構楽しいよね。はい、こんな感じ。木陰が涼しいですね。まあ、この辺結構楽しいかもしれないね。スピード乗るか、スピード乗ってうねうねするか、結構楽しい区間です。また下り入ります。下りつつカーブと。この辺は怖いね。あ、行っちゃった先。はい、こんな感じ。さあ、またちょっと登っては、ここでまた下り坂です。今日は比較的暑いせいか、家族連れが少ないですね。走りやすいです。はい、右通ります。すいません。
ダンシングに来ております。はい、ここもここからも下り主体の区間ですね。この辺雨が降ると怖いかもね。あ、雨が降ったら基本的には中心になるのかな。このまま下ってきます。あ、結構スピード乗りますね。怖い。あ、はい、これまだ下りが続きます。木陰が気持ちいいね。暑いけども今日は30度を超えるって言ってたからね。はい、3キロ地点です。この辺からちょっと登ります。まあ登りといっても緩やかな登りですけどね。はい、赤い陸橋をくぐります。はい、下り坂。怖い。せいせい。せい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 。右通ります。はいはい。はい、ここからバックストレートでーす。あ、ちゃんが飛び出しました。変速ができないんだ。さあ、バックストレート、ちょっと下りのバックストレートですね。ここはいつも向かい風の、なぜか向かい風という。これ普通に走ってると40キロオーバーだですね。結構スピードが乗ります。さあ、このバックストレートが終わると、このひたすら上りの区間ですね。はい、ここから上り区間です。せいせいせい。あ、顔に虫が止まった。はい、ちゃんがダンシングし始めました。はい、ずっと上りです。プールに入りたい。こんな日は本当にプールに入りたい。さあ、橋を渡って、はい、左に急カーブと。で、スガキヤストレート、これでちょうど4キロ、 4.4 キロ。まだまだ登ってきます。はいはい、
らいね。よいしょ。はい、トンネルくぐります。1個目、これが3つあるのかな。トンネルが1つ目、2つ目、3つ目、あ、2つ。はいはい、はい、2つ、3つ、ね、OK。 はい、もうすぐゴールです。さあ、スプリント区間です。2つ目のトンネル抜けて、3つ目5キロ地点。はい、あと100メートル。到着です。1キロ。お疲れ様。もうすぐ5時です。夜は何食べましょうかね。こちらです。渡ります。はいはいはい、はい、ということで無事到着しました。総走行距離は42キロかな。あれ、鍵がない。あった。